青大将は、ナミヘビかナメラ属に分類されるヘビ。日本、伊豆諸島、伊キ、沖、津島、五島列島、大隅諸島固有種全長100から200センチメートル。銅の直径は5センチメートルほどになる。全長の平均は、オスの方が大きいが、一方で、大型の個体は、オスよりもメスの方が多い。日本本土では、最大のヘビで、 南西諸島の先島筋を、中打、ハブに次ぐ大きさとなる。頭部は角張り、分端は幅広い。斜めに列になった、胴体背面の鱗の数は23列、もしくは25列。覆面を覆ううろは221から245枚。腹板の両端に隆起があり、これにより木に登ることができる。青大将の幼蛇退職は、 主に暗き褐色からくすんだ緑色であるが個体差が大きい。また、北海道には青みの強い個体が多い。脱皮前の個体は色味が濃く逆に脱皮直後の個体は青みが強い。背面に4本の不明瞭な黒褐色の縦縞が入る個体が多いが縦縞がない個体もある。脱皮前の個体では縦縞が明瞭になる。交際は褐色味のある。 オリーブ色で、瞳孔は丸く、黒褐色。幼蛇の体色は灰色で、はしご状に褐色の反紋が入る。滋賀県には幼蛇から反紋が縦島で、聖蛇も明瞭な地域変異個体がいる。縦島褐色が飼っているので、日本マムシと間違われることも多い。これは、日本マムシへの擬態であると考えられている。毒は持たない。 平地から山地にかけての森林、堤防、農地などに生息する。樹上性の傾向が強いが、地表での活動も多い。生息域は高い小の上から地表、そして地中や下水道まで、幅広い範囲で活動している。餌であるネズミの生息環境に対応し、人家周辺でよく見られ、ヤ山などで見かけることは稀である。ネズミを追って、家屋内に侵入することもある。 中高生で、夜間は岩の隙間や地面に開いた穴の中などで休む。危険を感じると相配室口から匂いを出す。樹上に登る時には枝や幹に巻きついて登っていくのではなく、腹盤の両端には強い側漁があり、これを幹や枝に引っ掛けることでそのまま垂直に登ることができ、樹上を移動する。壁をよじ登ることもでき、その修正が他の蛇がいなくなった。 都市部でも本種が生息できる原動力となっている。天敵は犬ネ、狸、狐、シシなどで、幼蛇は野猫やカラス、シマヘビなども天敵となる。天敵に襲われた場合、川底に潜って隠れることもできる。食性は肉食で、主に鳥類やその卵、哺乳類を食べる。幼蛇はトカゲやカエルを食べる傾向が強く、 生態になるにつれ腸類や哺乳類を捕食するようになる。噛みついて捕らえたいものに体を巻きつけて、ゆっくり締め付ける。飲み込んだ卵は、食道で、脊椎下部の突起を押し当てて割る。また、卵を丸飲みした場合、卵の殻を割るために高いところから落ちると言われるが、これを意図して、落ちるのではなく、誤って落ちることが理由である。 木登りが得意なので、鳥類の繁殖期には、樹上の鳥の巣を襲い卵や雛鳥を食べることもある。繁殖形態は卵生。5から6月に交尾を行い、7から8月に7センチメートル弱の卵を4から17個を産む。卵は47から63日で孵化する。飼育下では17年7ヶ月の飼育記録がある。人家や倉庫で生活することもあり。 ネズミを捕食することから液獣と扱われることもあった。一方で、カイドリやその卵を食べることから敬遠されることもある。本種は、人と共に暮らすヘビと言われ、人のいない宮山などでこのヘビが観察されることは少ない。人との関わりが深く、都市部でも緑の多い公園や河川実機などに生息している。民家の庭先に現れることも多い。本種は、 中高生で活動する時間帯が一般的な人間の活動時間帯と重なることが多いため生息場所では見かけることも多く人を恐れることはあまりないと言われる。正確には個体差があり人にいじめられた経験のある個体などはかえって攻撃的になることもある。これは青大将に限らずすべての蛇について言える。本種は 温帯域に生息して、冬は3ヶ月から4ヶ月冬眠するため、冬眠しない熱帯性の蛇とは違って、飼育に関して暖房などの特別な設備を必要と、せず飼育しやすい。日本在来種であることから日本でのペットとしての人気はそれほど高くないが、海外では北海道、国後島産のものは特に青みが強いことから、国後島ラットスネークと呼ばれている。また、 飼育下で環境に慣れた個体は、総配出口から匂いを出すことはなくなる。肉には、臭みと悪があり、食用としては適さない。都会への順応性もあり、身体能力も高い本種ではあるが、近年は、餌のネズミが、薬剤による駆除対象になったことと、コンクリート上では、青緑の体色はかいて目立ちやすいため、都市部では、減少傾向にある。 本種の発火型は神の使いとして信仰の対象とされることもある。山口県岩国市周辺に発火型が多く、これは信仰の対象として駆除されずに残され、アルビノの形質が固定されたからであると考えられている。この地域の白蛇の個体群は1924年に国の天然記念物に指定されている。保護の対象とされていて飼育、 繁殖のための施設があるが、野生個体の生息地は減少している。ありがとうございます。